ボリス・アレクセイエビチ・ゴリツンコボリス・アレクセイエビチ・ゴリツンコは、ロシア・ツァーリ国の貴族、政治家、ゴリツイン家出身。1676年、ロシア宮廷の自重になった。1689年に、ピョートル一世が、姉・ソフィア・アレクセイエブナの陰謀に抵抗したときは、ピョートル一世を支持、イタリ生産者聖セ,セルギー大修道院に避難するよう、進言して、 ピョートル一世の勝利に貢献した。1690年に、ボヤールに除され、レフ・ナルイ・シキンと共に内政を担当した。1694年に、ピョートル一世の母ナタ・ナダリンやナルイ・シキナが死去すると、孤立の影響力はさらに増し、ピョートル一世に同伴して、八海に向かい、1695年のアゾフ戦役にも参加した。 また1697年から1698年までのピョートル一世の大使節団では随行せずロシアを統治した。1707年から1708年のブラビーのランガゴリツンの統治する地域全域を影響したため、彼はピョートル一世の信任を失い、1707年にボルガ川諸州の統治をアンドレー・マトベーエフに譲らされた。 死去直前の1713年、修道院に入った。ブリタニカ百科事典第11版によると、ロシアが西欧化を始めた17世紀において、高度な教育を受けて、ラテン語を流暢に話すご立院は当時としては、稀な存在であった。しかし、大酒飲みであり、しかも外国人から振る舞われた料理をとって、家にある妻に送るなど洗練されていない行動も多く、 結果的には、ピョートル一世の信任を失う一員となった。ありがとうございます。